ただ知らない土地を歩いてみたかった。お金をかけず一人で長旅をするためにリヤカーを友とした。2006年8月、永瀬はアマゾンに挑んだ。文明が自然に破れて打ち捨てられた悲惨への道。なんだこりゃ。猛獣の影、大自然の猛威、それは戦いの連続だった。この旅で永瀬が踏破した距離は44,000キロを超えた。19歳から歩き始めて31年、ついに地球一周を成し遂げた。そして今、いよいよ地球2周目の旅が始まる。その第一歩に選んだのが標高5000メートル、天空にそびえ立つアンデスである。この山を一つまた登っていかなきゃいけない。まあ重いリヤカー引っ張って、いや大変ですね。アンデス山脈への挑戦は4年前南米縦断の時から胸に温めていた。万年雪をいただくアンデスを見て、次はこの山を越えてやると心に決めた。今回はチリからアルゼンチンへ、南米大陸を西から東へと歩く。海抜ゼロメートルのアントファガスタを起点に、死の砂漠アタカマへと入り、巨大な塩湖を横断。その先に立ちはだかるのがアンデス山脈。5000メートル級の山々を越え、4年前南米縦断の際立ち寄った町ヘネラルグエメスを目指す。全長およそ1000キロ、標高差5000メートル、32年間の冒険人生でここまで高い場所は初めてだ。まあ自分の肉体がどこまで耐えられるか、まあやってみないと分かりません。目指すはアンデス山脈だが、その手前に待ち受ける過酷な試練、危険の数々。ルーターアラムエルテ、死への道。アンデスへ至るにはこう呼ばれる砂漠の道を進まなくてはならない。それは想像を絶する大自然との死闘であった。果てしなく広がる荒涼とした大地、ギネスブックが認定した地球上で最も乾燥した砂漠、容赦なく照りつける灼熱の太陽、アタカマ塩湖、鋭く尖った潮の大地がリヤカーマンを苦しめる。わあ、しょっぱい塩水だ。しかしリヤカーマンを襲ったのはそれだけではなかった。体の異変。海抜ゼロメートルから標高5000メートルへ200キロのリヤカーを引き上げる、人間の限界を超えた挑戦。なんでこんな旅してんのか。それでもリヤカーマンは行く。リヤカーマンのでっかい地球大冒険2、アンデス山脈5000メートル超えに挑む。太平洋に面するチリ北部の町アントファガスタ。永瀬は海抜ゼロメートルのこの港町から標高5000メートルのアンデスに挑む。旅立ちの朝、永瀬の旅はたった一人がモット。その間必要な水や食料は全てリヤカーに積み込む。リヤカータゴサク4号、1年前アマゾン縦断で地球一周を成し遂げた。今回地球2周目もどうしてもこの相棒と始めたかった。スタート地点は海岸沿いの公園。海抜ゼロメートルから標高5000メートルまでリヤカーを引き上げる。永瀬の旅には常に危険がつきまとう。たった一人卑怯で命を落とすことがあるかもしれない。ここまでは生きていた
という証として自らの姿をフィルムに焼き付ける。そしていよいよ出発の時。一旦歩き出せば後戻りはできない。よっしゃ、行くぞ。リアカーマン永瀬正の地球2周目の大冒険が今始まった。一歩一歩大地を踏みしめ歩く永瀬。何の褒美もいらない。己の思いが実ればただそれでいい。誰の助けもいらない。信じる者はただ己だけ。力尽きるまで倒れるまで歩き続ける決意だ。目指すは遥かなるアンデス。標高5000メートル、今まで経験したことのない高さだ。だがその手前にも幾多の難関が待ち受ける。チリ、アルゼンチン、1000キロに及ぶ命をかけた大冒険である。町外れからは急勾配の坂道が続く。そこから先は乾ききった不毛の大地。南北1000キロ、東西150キロに及ぶ死の砂漠アタカマだ。砂漠を走るハイウェイ、時速100キロを超える速度で大型トラックが疾走する。ちょっと近くを通り追い抜かれるとビクッとすることがあ、怖いなって当たられなくてよかったって冒険スタイルは32年間変わらない。パッソ、パッソ、四湖の方ですね、行くのは。地図を頼りに一つ一つ道路標識を確認しながら進んでいく。重さ200キロのリアカーを引きながら歩く速さは時速5キロ。1日8時間歩いて40キロ進む。永瀬のその強靭な体力がこれまでの大冒険を成し遂げてきた。夕方6時を回るとテントを張る場所を探す。安全で静かな場所で寝る。たった一人で長年秘境を歩いてきた永瀬が身につけた知恵。しっかり睡眠をとれるかどうか、それは冒険の成否に関わる重要なポイントだ。まあここでいいかあんまりちょっともうちょっと平らなところがいいかなと思うんだけど、ちょっと斜めになったりデコボコしてて風がこっちから吹いてるから主食はわざわざ日本から持ち込んだ米。これがないと力が出ない。そして夕食の前にビール。歩き終わっても喉も渇いてるし、そこでぐいっと一杯、もうお父さんの楽しみです。これがあるから明日も頑張れるんだよね、永瀬さん。食事は1日12品目の食品を必ず取るようにしている。栄養バランスも秘境の長旅の生命線だ。夜8時、日が
落ちるとテントを張り日記を書く。これもまた自分がここまで生きていた証を残すためのもの。永瀬はこの日の日記にこう書いている。たっぷり寝ておこう。どことは言わず体のあちこちが痛い。翌朝、朝もやが砂漠を覆っていた。雲だらけ。だがここは死の砂漠アタカマ。一旦日が昇ると灼熱地獄と化す。加えて世界一乾燥した大地。この年の降雨量はわずか 0.5 ミリ、東京の実に2600分の1。水がなくなることは死を意味する。砂漠の真っただ中を歩いている者など誰もいない。日射病が何より怖い。倒れてしまっては元も子もない。少し歩いては水分を補給する。あれ、なんかこれ正確かどうか分かんないけど、なんかもうゼロのこっちまで行って。あまりの乾燥の激しさに湿度計の針が振り切れ壊れてしまった。マイナス 10% ぐらい。マイナス、まあ 2% ぐらいまでいってますね。2日目、この日もじりじりと灼熱の太陽が照りつける。永瀬は砂漠の中の小さな町に立ち寄ることにした。ここから先数百キロに町はない。どうしてもここで水を調達しておかなくてはならない。まさに命の水だ。まあ60リットル持って出ようと思うんですけど、ミネラルウォーターをどれぐらい買おうかな、ちょっと計算しないと分かんなくて。1日に使う水はおよそ6リットル。次の町まで10日はかかるから少なくとも60リットル。少し余裕を見たいところだが、余分に水を積むとその分リアカーが重くなる。ちっちゃいのは高くて、でっかいのだとまだちょっとやっぱり割安になる。グラシャス。常に自費で旅をするリアカーマン。節約はもはや身についた習慣だ。ここが安かった。大きいし安いし、こっちで最初から買っときゃよかったのに。町中の店で水を買い集めた永瀬。今回アタカマ砂漠を横断するにあたって用意した予備のタンクも満タンにする。これ2つで20リットル。結局水は60リットル。その他にジュース、ビールなど30リットル、合わせて90リットルの飲料水を積み込んだ。総重量はどれほどになったのか。100。ああ、まあ荷物だけで150キロぐらいあるんじゃないでしょうか。リアカーの重量入れるともう230キロぐらいになるんじゃないでしょうか。32年間4万キロを超える地球一周目の旅でもこれほど重いリアカーを引くことはなかった。果たして230キロのリアカーを引いて標高5000メートルのアンデス山脈を超えることができるのか。この番組はマルハン、マルシンフーズとご覧のスポンサーの提供でお送りします。